皆さんこんにちは、下島です。本日はですね、2つのテーマについて話していきたいと思います。前回の質問コーナーが結構再生されて評判良かったじゃないですか。良かった評判良かったじゃないですかそれで、まあ、調子に乗って僕のこのトーク動画っていうのを今日も運転しながら出していきたいなと思います。2つのテーマについて話していくんですけど、1つはチューブレスタイヤの感想について、そしてもう1つは自転車のねフォームについてですね、で下島が考える自転車のリーチについての考え方っていうのをお話ししていきたいと思います。今日はその2つのテーマを話していきます。でまずチューブレスタイヤの感想なんですけど、これは僕の中でぶっちゃけびっくりとショックだったんですよ。でびっくりとショック、これ何かっていうと、それぞれまずびっくりっていうのは性能がめっちゃいいです。ビビりました。レースでもね投入しましたし、トレーニングでも、まあ、使ったんですけど、もうまずトレーニングで使い始めで結構衝撃的だったのが速いなと思ったんですよね。いろんな機材これまで試してきましたけど、使ってすぐ分かる、あれこれ速いなってなったんですよ。でまあ、ホイールが速いのかタイヤが速いのか、まあ、いろいろやと思うんですけど、まあ、僕個人的にこれはタイヤが速いんだなっていう感想になったんですよ。それぐらい衝撃を受けました。そしてじゃあレースでじゃあ使ってみました。レースで使って、まあ、最も驚いたのはコーナーリング、速くて安心感。例えば AACA、 あとは小野小町ロードレース2レース使って感じたことなんですけど、コーナーこれまで攻めるときやっぱりこれ以上行ったらやばいなって思いながらコーナーリングする場面ってあるんですね。例えば前の人が結構速いペースでコーナーに入ったとか、ハイスピードでコーナーに入った時に、あーこれ以上倒したらあかんな、怖いな、ちょっとだけ怖いなって思いながらコーナーリングする場面ってこれまであったんですけど、この小野小町ロードレースと AACA でそういう感覚が一回もなかったんですよ。これ以上攻めたらやばいなみたいな感覚がなかった。そして結構攻めた場面あったんですよ。 ACA のもう最後のラスト最終コーナー、これちょっとインからいけるなと思ったんで割と攻めたシチュエーションあったんですけど、そんな場面でもあーやばっていう感覚がなかった。それで普通に速い、これは僕の中で結構衝撃でした。まあだから性能がね良かったんです。あちなみに使ってるタイヤはコンチのGP5000STR、 タイヤは 28C、 空気圧がフロント4、リアが 4.3 ぐらいですね。でチューブレスレディでシーラントはコラボさせてもらった PT's さんのシーラントを入れてると。早かったっすね。でまあ次がそのショックを受けたって話なんですけど、結局自転車の機材って最新が最速なのっていう、僕そこへの結構疑問みたいなのあったんですよね。これまではツール・ド・フランスとかで使われてその機材が一般の消費者に渡る流れじゃないですか。でやっぱりそのプロはいいけどアマにとってそんなに必要なのかみたいな場面結構あるんですよ。ディスクブレーキの時もそうでしたし、チューブレスの時も僕はそうやと思うんですけど、それってアマチュアサイクリストにとってそんなに必要なのみたいな疑問を僕持ってるタイプだったんですよ。プロはいいじゃないですか。プロのメカニックがついてていつでもねパンクトラブルもメカニックがやってくれるし、消耗品も自分のお金で買わずにメカニックチームが出してくれて、いつでも素晴らしいアイテムをツール・フランスの選手なんかは使えると思うんですけど、アマチュアのサイクリストとか一般のユーザーってそうじゃないじゃないですか。で考えた時にそこまでその必要なのかって思ってたんですけど、いやチューブレスのタイヤ使ってみてそのショックでしたね。これはチューブレスレディシーラントを使ったりいろんなね手間があるんですけど、その手間をかけても僕は使いたいと思えるアイテムでしたねっていう話でした、うん、なんとなくわかる、うん、パンクしたらどうなるの、あれ、まあ、パンクしたらなんか液がビチャって飛び散って嫌やん、うん、で出先でねパンクした場合はクリンチャー用のチューブを入れて直したりとかで、まあちっちゃいパンクなら中のシーラントがうまくね穴に入り込んでくれて大丈夫みたいですけど、まあ、僕出先でパンクまだないんですけど、この前付け替えたよホイールを、うん、その時にまあ見てもらったら分かる通りこう液がビチャってなるのが、まあ、結構嫌よね。家の中で
あ、家の中ではできへんな。そう、やっぱりそういうの多いですね。あ、家の中ではこれできへんなとか、もし出先でパンクしたらみたいな、まあいろいろあるんですけど、でもね、性能面は、いや悔しいけど、これクリンチャー戻られへんなって正直思いましたもんね。それぐらいかな、チューブレスの話は。他なんか今のタイヤの話である？あ、チューブレス関係ね。うん、チューブレス関係。値段とかはそのあれに比べてどうなんやろと思って。あ、でもタイヤの値段自体はサイト見てるとそんなに変わらへん。どっちも一緒？うん、そんなに変わらないんじゃないかな、定価自体は。まあただクリンチャーの方が今安くなるとかそういうのはあるかもしれへんけど、値段自体はその大きくなんかチューブレスになったからめっちゃ高いとかはない気がします。レーサー向きとか？だからレースせえへんやったら、だから結局ええやんっていう話で言うとその通りですね。僕がもしレース出ないならクリンチャーのままで全然いいんじゃないですか、うん、なのでまあレースで使って衝撃を受けたっていうことなんで、確かにアマチュアのサイクリストがレース出ない人がチューブレスっていうシステムが必要かっていうと、まあ、全然クリンチャーのままでもいいんじゃないですかね。まあ、乗り心地が良くて速いっていうところに僕は感動したんで、乗り心地をね少しでも良くしたいっていう人は価値あると思うんですけど、でフレームとかホイールとかタイヤとかいろんなバランスで剛性決まってくるん で空気圧の設定もそうですけど、まあ、そんなに何て言うんですか、いや今もまあクリンチャーのままでいいよっていう人も多いとは思いますけど、うん、好みとかもあるし、はいはい、レーサー向きレーサーレース製品人は別にそのままでもいい、そのままでもいいと思うな。まあ、使ってみないと分からへんもんな、あ、これ自分に合ってるとか。そう、いやでもやっぱりあのレースのコーナーリング、あの時にまあ安心感あって速度が死んでる感じがない、速いんやっていう、スピードでも出て怖ってなるかもしれん、ならへん、その感じが一切なかったよ、ね、やっぱりタイヤの接地面がちょっとこうコーナーって攻めてると、あ、これ以上行ったらこうパーってこうちょっと抜けていく感じとかあるんですよ。それがなかった。いつまでも攻めれる感じがある、余裕があるからすごい安心して走れたから。でまあこんな話をベッコンスタッフの石井君にチューブレスすごいいいかもって話をした時に、いやそのタイヤ多分めちゃくちゃいいですよって言ったんで、まあ、実際にポガチャルとか UAE の選手が使ってるゴンチのチューブレスレディングでよりね性能がよく感じたのかも。知るんです。まあそんな感じでしたね、チューブレスの話で。まあこっから一つ目のねチューブレスレディの感想を話し終わったんですけど、こっからが結構聞きたい人、僕の YouTube 視聴者の方は多いんじゃないかなと思うので話していきますね。それは自転車のリーチについてです。でこれはフレームサイズ選びとかにも関係してくる話だと思うんで、ぜひ聞いてください。